いつもって朝ごはん何時に食べてるの？朝ごはん7時から10時半。じゃあなんか今日は不審に思ってる。あ、ちょっと思ってる思ってる。散歩はない。朝ごはんはない。ね。で、僕の気合いとったらもう散歩に行かず会社に行こうかって感じ。一回しまくり。でも先生の前に行ったら順番上がってたね。そうそう、入ってきた。順番上がりました。結構上がる。ちょっとここに上げられないからまだ。はい、じゃあこっち向きにしてください。はい、じゃあ入ります。はい、入ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ん？うん。心配そうな感じ。大丈夫だよ。みんな大丈夫だよ。大丈夫だよ。でもね、少し凍りてきてるんだけどね。ほんの1個ありそう。興奮する感じです。高いそうですね。40.5 ありました。歩いてきたしね。ちょっと肛門線だけですわ。はい、こっちお尻して。肉剣。出したんだけど最後。7月14日溜まってる可能性。出しましたこれ。出しない。はい、いいですよ。そうだ。あのフィラディアのあれも今日ついでにいただいておこう。そうですね。はい。はい。出ますね。おお、出ますね。相当で溜まってますね。もうちょいね。よし。ごめんよ。えらいね。なんか我慢できるね。ニコ。お子ちゃんごめんね。これからだけどね。じゃあこのままお預かりしますんで、はい、夕方の5時から7時などに迎えに来ていただいていいですか。はい、わかりました。じゃあ帰る時にじゃあ左のお薬ね。はい、ね、14に食べたんですよね、この子ね。ん？14日に先月。あ、そうですね、はい。チーズ初めてやなはずね。じゃあ1回お風呂で休憩。